希少市のショッピングモールで昨夜起きました火災は、買い物客を中心に多くの負傷者を出した模様です。火災の原因は現在究明中ですが、現場はブティックなどが中心で、火の気のない区画にあたり、火災発生時、不審な男女が現場から立ち去るのを目撃したとの情報が数件に寄せられております。どういうことだよ、これは。ここって昨日、さや姉ちゃんが…先を越されたわね。これで抑止の手がかりは消えたわ。今ちょうど見ていたところ。ええ、そう思う。警察発表もマスコミもオペレートされるでしょう。ええ、今変わるわ。デビッドさん。さやか、ジュリアから聞いていると思うが、我々は後手に回った。昨日の件に深入りすれば、さや、お前とハジを放火犯にでっち上げてくるだろう。そんな、どうすれば。これだけの規模の隠蔽工作を仕掛けてくる連中だ。手がかりは残っていないと思った方がいい。そんな状況でどうやって。どんな工作をしても、全ての人間の口を塞ぐことはできない。何気ない事件や事故として処理されても、人の噂話は別だ。その目で見たことや感じた違和感を頼りにしてくれ。わかりました。それとなく生徒たちに聞いてみます。ジュリアからの報告にあったが、学園内にも抑止が出現したそうだな。ええ、ハジが出会ったみたいです。そうか、一度そちらで話を聞こう。昼休み中に校門まで来てくれ。頑張らなきゃ。何してんの。別に。すごいことになったね。すごいこと？昨日、私たちが買い物したショッピングモール、ニュース見た？もうびっくりしたよ。うん。リアクション薄いな。あんな身近な場所で火事なんて、めったにないよ。っていうか、私たちラッキー？ラッキー？え、だって、もう少し遅かったら、私たちだって巻き込まれたかもしれないじゃない。一体何これは。ああ、みんなちょっと神経質になってるんだよね。変な噂もあるし。噂？ほら、どこの学校にもあるでしょ。怖い話。怖い話。そう、よくあるやつ。この校舎が建つ前は墓地だったとか、軍の施設があったとか、そういうの。幽霊が出るとか。体育館、音楽室に生物教室にトイレ、それとプール、校庭もあったかな。まあ、ありがちなところ。ちょっと珍しいのは、幽霊っていうか悪魔なんだって。羽が生えてたり、尻尾があったり、空を飛んで追いかけてくるらしいよ。それを見た人っているの。いるっていうか、いないっていうか。さやって怖い話が好きだったの。そういうわけじゃないけど、少し気になるかな。だったら言うけど。どうしたの。おとなしさん、誰か来てるよ。え、さや、ちょっといいか。いいの？待ってるみたいだよ。
大丈夫、さっきの話の続き。何の話だったっけ。だから噂話の続き、その悪魔を見た人って本当にいるの。まさか、いたら大騒ぎだよ。じゃあいないの、単なるお話。なんていうか、まさか死んじゃったとか。違う違う、あのね、海外留学したり入院するとそういう噂を立てられちゃうの。あいつは呪われたってね。だからあんまり真面目に取らないでよ。ほら、こういう学校だから親の都合で転校したり留学する人も多いじゃない。人数もやたら多いから事故に遭ったりする人もいるし。じゃあ見たとか襲われたって人は。いなくなったら言われ放題だよ。あ、ほら、いじめっぽいからやめた方がいいんだけどね、本当は。でも推薦できた子とか寮に入ってるから盛り上がるじゃない。だからどうしても流行っちゃって。噂になった生徒は何人いるの。数えたことないけど 4,5 人。あれ、もっといたかな。そんなに。あ、でもね、そんな変な学校じゃないんだよ。設備は整ってるし、施設や用具もたくさんあるし、スポーツも強いし。だからあんまり心配しないで。うん、わかってる。あ、そうそう、昨日屋上で会ったアリアさんだってすごいんだよ。まだ在学中なのにデビューして曲がヒットしてるんだって。曲って、あの人歌手なの。サインもらったり友達になっておくなら今のうちだよ。ねえ、本当に行かなくていいの。ありがとう、私ちょっと行ってくるね。あのさ、ごめんかい、私が長話してたから。ああ、いいよ、別にそんな大した話でもないから。少しでも役立つかなって程度、気にすんな。本当ごめん。じゃ、また後でな。うん。よかったな、さや、ここでも友達ができて。え、呼び出し、私に。その、さっき伝言を頼まれちゃって、さや一人で来るようにって。誰から。アリアさん。場所は。生徒会の第二会議室でも、ほとんどアリアさんが占領して自分のグループのサロンにしてる。分かった、行くの。私も聞きたいことがあるから。でも本当に一人で大丈夫。平気、マユは先に帰っていいよ。だけどサヤ一人じゃ。一体どういうことかしら。私はあなたに一人で来るようお伝えしたはずですけれど。私もそのつもりだったんだけど。すみません、おとなしさん転入したばっかりで。その、私が案内しました。残りの二人は。ごめんなさい、さやさんを案内する途中でどうしてもって。さやの父兄、家族だもんね。私は反対したんだけどね。ともかく、関係ない方は席を外してくださらない。あ、はい、ごめん、私行くね。あなたたちも。私はサヤさんと二人きりでお話ししたいの。あなた方も席を外していただける。あなたたちも外へ出てもらいます。
あんたらに命令される筋合いはないぜ。なんだと？私たちは学園長や生徒会の許可を得てここを使わせてもらってるの。あまりトラブルを起こさない方が彼らの今後のためよ。行って。さや。邪魔な人たちがいなくなったわ。昨日の話考えてくれた？もう分かったでしょ。学園も生徒会も多くの生徒たちも私の味方なの。あなたにも味方になってもらいたいわ、音無さやさん。私にはあなたの助けが必要なの。なぜそこまで私を？私はあなたの正体を知っているから。アリアさん、私にはあなたが何を言っているかわからないわ。チラを切るのはおよしなさい。なぜ普通の生徒のふりをするのか私にはわからないわ。私はあなたが隠そうとしていることを知ってるわ。その上で私を助けてほしいと思ってる。本気よ。音無さん、あなたは警告だわ。きっとアリアさん、犯人を知ってるの？このまま私もあの暗闇の中に閉じ込められて。何を言ってるの？しっかりして。いや、一体誰が？おい、大丈夫か？理事長に報告しなくては。隠れたの？
ジャンプ攻撃について説明するわ。そうだ、今日昼休みにな、いろいろ聞き回ってみたんだけどよ。あ、なんだよ、なんで睨んでんだ。睨んでなんかないよ。そうか、怒ってるように見えるぞ。怒ってなんかない。変なやつだな。俺お前に何かしたか。別に何もしてないよ。なんだよ、なんでリクが笑うんだよ。僕わかるよ。何が？さや姉ちゃんが不機嫌なわけ。カイ兄ちゃんが何もしてくれなかったから怒ってるんだよね。なんだそりゃ。アリアさん美人だもんね。さや姉ちゃんもかばってもらいたかったんだよ。な、おいリク、お前何言ってんだ。そうだよ、私がそんなことを思うわけないじゃない。はあ、うん、そうかな。だいたいサヤを俺なんかがかばう必要ないだろ。そうよ、私はカイなんかより強いから。だよな、俺なんか必要ないよな。私もう休むね。俺も寝る。僕、何かまずいこと言っちゃったかな。ジュリアさん、今日も徹夜ですか？わからないことが多すぎてね。分析しようにもデータが少なすぎるわ。ショッピングモールの買い物客に学園生徒、つながりがなさすぎて翌週因子の媒介ルートも不明。なぜタイミングよくあなたがそばにいるときに覚醒したのかも不明。能力も不明。今のところお手上げね。ごめんなさい、私がもっとしっかり調べていれば。あなたのせいじゃないわ。でもそれより気になることがあるの。気になること？これはまだ仮説にすらならないんだけど、今回の抑止は人為的に覚醒をコントロールされている可能性があるわ。どういうこと？あなたのそばに抑止がいるタイミングでピッとスイッチを入れるみたいに抑止を覚醒させる。リモコンみたいにね。そんな装置があるの？あくまで可能性の問題。ただ偶然にしてはありえない確率ね。何か共通のきっかけがあるとしか思えない。ハジ、今日もありがとう。あなたのそばにいることが務めですから。うん、でもありがとう。私にとって心強いから。気になることがあります。うん、
何？あなたの恩返し。声のようなものを聞いたのです。声のようなもの？かすかですが、抑止の声に似た。ハジ、それはどこで？いつ頃？あなたが抑止を追いかける直前、途切れ途切れの歌のように。歌って、まさか。似ているけど、でもその時アリアは私たちとお役に立てました。今はわからないけど、多分。この大切な時期に不祥事を起こす、管理責任を問われたいのですか？誠に申し訳ありません、アレクセイ理事長。学校経営にスキャンダルが命と、薄汚いドブネズミたちに嗅ぎつけられ、私の理想実現のための計画を台無しにしたいのですか？いえ、そんなことは決して。幼少学園は理想実現のための実験場、その成果を記録し、失敗は決して外部に漏らしてはならない。そのために今の地位にあなたはいるのです。はい、おっしゃる通りです。ならば実験場責任者としてなすべきことは分かっていますか？はあ、直ちに情報の漏洩を防ぐ必要な手段を講じ、プログラムを続行します。いいでしょう。私の生徒たちには一刻も早く羽ばたいてもらいたいですからね。